中国で2024年3月5日から北京で開催されている日本の国会に相当する全国人民代表大会全人代において、習近平国家主席中央軍事委員会主席は7日、全人代の軍代表団の会議に出席し、宇宙サイバー分野を重視し、先端技術を用いた新興分野の戦略能力向上も訴えたほか、海上軍事闘争の準備と海洋権益保護、海洋経済の発展を統一的に進めるよう指示したことを中国国営中央テレビが報じたよ。この習国家主席の発言を受けて、全人代に出席していた軍の代表を務めるエンハルサトシ海軍政治委員が7日までに、香港メディアの取材に対して4隻目の空母の建造が進められていることを認めたが、中国軍の高官が4隻目の空母の建造が開始されていることを明言したのはこれが初めてだな。今回は中国海軍高官が、建設中の空母004型は原子力推進の可能性があることを示唆した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。遠征人員は、中国の空母建造技術にボトルネックとなる障害は何もないと強調したほか、4隻目の空母の動力が通常動力ではなく原子力ではないかとの質問に対して、原子力推進の空母となるかどうかは間もなく正式に発表があるだろうと述べるにとどめた。中国が空母を建造するのは国家主権と領土の一体性を守ることが目的であり、アメリカと競い戦うための軍備ではないと主張したよ。近年において海軍力の増強を急ぐ習近平政権は空母の建造を重視し、すでに収益して配備されている遼寧と山東に続き、現在3隻目の空母復権が試験航海の準備を行っているんだ。この3隻の空母の動力はいずれも通常動力だが、4隻目の空母が原子力推進ではないかとの噂があり、もしそうなると中国海軍空母の航続距離が大幅に伸びることになり長期間作戦が可能になるため遠洋での活動が増えると見られているぜ。しかしその一方で、中国は空母に搭載する原子炉技術を確立できていないのではないかとの指摘もあって、これは実際に3隻目の復権も完成直前まで原子力推進ではないかとの噂がつきまとっていたのであるが、実際には通常動力だったこともその指摘の根拠とされているな。香港の英字新聞サウスチャイナモーニングポスト、サウスチャイナモーニングポスト SCMP では、2019年11月28日付で国産4隻目の空母の建造が技術資金面で保有されていると報じた際にこの空母は003型復権の2番艦であり、復権と同様に電磁カタパルトが採用されると報じていたよ。中国はその建国から陸軍国として陸上兵力の拡充に努めてきたため、海軍の戦力は非常に低く1990年代まで小型の旧式艦による沿岸警備隊のような存在であったんだ。しかし、1996年に起こった第三次台湾海峡危機において、中国は第二砲兵部隊の弾道ミサイルで、台湾とアメリカを牽制したのであるが、これに対しアメリカ海軍はインディペンデンス・ニミッツなどの空母打撃群を台湾海峡に派遣し、中国はその戦力に屈する形となってアメリカとの海軍力の差を見せつけられたわけだ。この台湾海峡危機を契機として、アメリカ海軍に対抗するために海軍の近代化と攻撃型空母を保有することの重要性が改めて見直され、ここから中国は海軍の戦力増強重視へ方向転換を余儀なくされることになったぜ。そしてそれまで沿岸防御重視から、日本の九州から南西諸島を経てフィリピンから南シナ海を含む、第一列島線までの制海権を確保する近海防御へ戦略を転換して新たな、軍事戦略接近阻止領域拒否 AD が策定され、そのために空母の保有を目指したってわけだな。それまで空母建造技術を全く持っていなかった中国は、旧ソ連時代に建造が開始されていたもののソ連崩壊によってウクライナにおいて完成に近い状態で半ば、スクラップ化していたバリアーグに目をつけ、ウクライナから安価で購入して2002年に大村寺に開港し、その船体構造などを調査した上で001型空母として建造を再開したよ。日本の防衛省など西側諸国では中国は空母保有のための技術研究開発を進めていると見る向きが多く、
バリアー具を完成させるとは考えていなかったのであるが、中国が2011年7月に空母を建造中であるとする公式発表を受けてバリアー具が中国の空母として生まれ変わることを知ったんだ。そして、2012年にこの中国初の空母が事実上就役し、遼寧と名付けられたことが発表されたのであるが、この時点でも西側及びロシアの軍事専門家の間では中国海軍が空母として運用されるようになるまでにはまだ数年かかるとの見方が主流で、すぐさま脅威とはならないと見られていたみたい。しかし2012年10月12日に中国は J-15 戦闘機によってタッチ号などの初着艦訓練が実施されていることを発表し、11月には艦上発着艦訓練を実施している様子の映像が公開されるなどして、西側の想定よりも早く空母運用が開始されるとの見方が広がりつつあったぜ。そして、2016年12月に中国メディアは空母遼寧を含む艦隊が、渤海で初の実弾演習を実施したことを伝え、日本の防衛省からは遼寧艦隊が東シナ海中部の海域を投進しているのを確認したと公表され、空母遼寧の他に 052D 型駆逐艦1隻、052C 型駆逐艦2隻、054A 型ミサイルフリゲート2隻、056型コルベット1隻、903型補給艦1隻からなる8隻による艦隊行動が初めて確認され、中国海軍が南西諸島を越えて西太平洋において外洋航海を行った最初の事例となったわけだ。その間にも中国は着実に空母建造技術を高めていて、2016年1月には遼寧省大連市の大連船舶重工集団において、初の純国産となる002型空母の建造が開始されていることを公式に発表したな。この002型空母は001型航空母艦遼寧をベースとして設計された改良型で、遼寧と同じくスキージャンプ式が採用され、通常動力を搭載した排水量7万トンの大型空母であることが明らかにされて、さらに中国国産の艦載機を搭載することも明らかにされたよ。そして2017年2月、002型空母が3トンと名付けられることが明らかになり、4月に進水した後、2019年12月17日に南海艦隊所属の空母として就役して2隻目の正規空母となったわけだね。この2隻は発艦にスキージャンプ台を使用し、着艦には完備の飛行甲板上のワイヤーにアレスティングギアを引っ掛けて制動する。STOBAR ショートテイクオフバットアーレスティドリカバリー短距離発艦高速着艦方式の空母であったが、次の003型空母がアメリカの原子力空母と同様の電磁式カタパルトを用いた、CATOBAR カタパルトアシスティドテイクオフバットアーレスティドリカバリーカタパルト発艦高速着艦方式であることが建造中の、003型空母を撮影した衛星写真から2019年に判明し、2022年6月に進水して復権と名付けられたぜ。このように中国はこれまで空母建造の技術を短期間で吸収してきていることや、原子力推進においてはすでに原子力潜水艦を建造していることから空母に搭載する原子炉の製造技術に問題がないとされ、香港の SCMP では2021年に004型空母が中国初の原子力空母となる可能性があると報じていたが、その後は情報がないまま今日に至っており、全人代での遠征人員の発言がそのまま原子力空母の建造を示しているのかについても判断は難しいな。中国では台湾海峡や東南シナ海で緊張が高まる中、習政権は今年の国防予算について前年比 7.2% 増とすることを全人代で提示するなど、近年の中国経済が厳しい状況に置かれていながらも軍拡を進める姿勢を鮮明にしているのであるが、原子力空母を保有した場合にそれにかかる膨大な維持費を確保し続けることができるのかについては疑問視する声が多く挙げられていて、004型空母が原子力空母となるかどうかは依然闇のベールに包まれたままとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。